スーパーチャットでジョビンさんと縁を切ってくださいっていうのが入ったんです <laughs> あそういう意見もあるやそうそうで僕のスタッフさんがそのアカウントを調べていくと誰のアカウントだと思いました、ね、<laughs> え <laughs> 待ってそれまず怖い何それそらしいで当てられると思う <laughs> うん違いますもう一人 <laughs> いや<ー笑> 陽性か陰性かも含めてお楽しみくださいって言ったでしょ何を楽しみにすんのあんま悪口て言ったらもうライジン100%仕事なくなるから僕もリスクあるんですけどミクル倒せる可能性も全然あり得るヤーマンが絶対スタミナをヤーマンのがあると思うんですよ意外とマッチアップ的に俺は面白いと思うんですよ太田忍びはさ芦田は勝てるわけないやこれ勝ったらすごいけどでもね勝つとしたら膝蹴りとかと思うんですよじゃあ最初のタックルに膝蹴り合わせて勝ちましたってなって足田は MMA 強いなってなりますこれならない <laughs> <laughs> なな、はい、なんんてて言われれれましたでそれ深く聞いてくこから不倫暴行って書かれたんですよ <laughs> そういうことって証拠を出さんとダメと思って言うんだったらそういう超すごいことってあ<ー>で、はい、夏川天心のお父さんがなんか平本が犯罪性みたいな書いて、はい、それに対して平本が「これ証拠とかちゃんと出さないとお前名誉毀損なぞ消せみたいなと書いてたけど<う>えじゃあ俺の時は?」 カクキャスティようこそ、しんです。今日はとても特別なゲストがスタジオに来てます。ジョミンさんです。どうも。よろしくお願いします。ブレイキンダウン専門家と、あの、朝倉美くんの超大ハードファン。そして、まあもちろん元 MMA チャンピオン。あとなんか忘れてますかガールズバーのオーナーさん。なんて呼ぶんですか店長さん、オーナーさん。オーナーです。アンディガールズバーのオーナーさん。オーナーさん。実は僕も。 あの、二週間、三週間前にそうですね。ありがとうございます。もう大盛況で。えや、めっちゃ楽しかったです。本当ですかめっちゃ楽しかった。俺お酒大好き大好きだから。ありがとうございます。たださ、めっちゃ飲みますね。めっちゃ飲むでしょはい。で、時間長いから、僕いつも、その前になんかお客さんと飲んで、シリエート飲んで、オープン8時とか9時で、そっから朝5時まで飲んで、ああでそっから家飲みとかしてますから一人で。えなんでもう、アル中だからです。 それでまじ体壊れてるんですよ。僕今もうめまいやばいんですよ。このサングラスなかったらもう生活できないの状況ですからね。<laughs> あ、だからサングラスつけて、ね。それもあるす、はい。最初おしゃれでやってたつもりもあったんですけど。はい。光がね、もうやばくて。だからあんまやめた方がいいですよね。こういう生活。はは <laughs> シさんも。<laughs> そうですね。気付けた方がいいですよ。僕はそこまでいかないけど。はい,はい、はい。あのー、その一日練習やって、はい、そのガールズバーで働く、はい、ガールズに対して、もう。はい あの、ちょっと、尊敬することになりましたね。ああ、女そんなに飲むんですね。女の子たちもね。はい。でも、まあ、楽しいからと思うんですけど、まあ、一日店長の、やっぱ、さんの日は結構人来てくれますけど、普段はそこまで、まあ、日によるんですけど。あそう、あまあ、そういうことかやっぱ、お客さん来れば来るほど飲む、はい。ことが多いんで、やっぱり。そう、でも、格闘技ファンが集まるバーですよね。そうですね。だから、まあ、ジョビンさんってなんか、格闘技で知られていて、多分、お客さんも、女の子じゃないんですけど、ジョビンさんにドリンクをごってくれること、多分、たくさんあると思うので、 その場合は飲まないといけないですよね。そ,そうですよ。だ不正行為あんましたくないんですよ。<laughs> はい。例えば、ウーロンハイなのにウーロン茶とかやっぱするらしいんですよ。だってもう体持たないじゃないですか。ああ<ー>、普通は。はいはいはい。それやりたくないんですよね。え、な、それプライドですかだって僕がお客さんだったらちょっと嫌っすもん、やっぱり、お酒と思ってって言ってて。普通に嫌です。 はい。ね、嫌じゃないですか。そう、なんか、そう、なんか、飲みに行って、ドリンクどうぞ行って、じゃあお茶飲みますって言ったら、えいや、だからお茶飲みますだって。で、お酒って手で飲むのが、あ飲ませるのがやっぱ一番ね、正直1000円かかったりする、そのドリンクおごるって。はいはい。だから僕はそれに全部応えてるんですけど、ただ体が壊れてきましたけど、それに応えて続けてきたら。その立派なオーナーさんですね。ちゃんとお酒飲んでくれるっていうことで。チーさんまた来てください。普通に遊びに。ああ、普通に遊びに行きます。はいはい。よろしくお願いします。 今日うは、はいまあ、朝倉未来 VS ヤーマンの、えー、勝敗予測など、はい、あとプロ格闘家がブレイキンダーの選手と戦うっていうことなんで、それについても話していきたいと思うんですけれども、はい、その前に、鈴木千尋選手勝ちましたねすごかったっすよね。これ以上のアップセットってないんじゃないかってぐらいの確かに、ライセン史上、ね、最大の番狂わせですよね,ね。だってまずアウェーって、やっぱホームアウェーって、僕、かなりあると思ってて、はい、それもあって、 僕はあの、万に一つの可能性もないって言ったんですけど、現に、オリンピックのやっぱ開催国ってめちゃくちゃ金取るの知ってますよ、メダル。いやいやいや。数値としても全然違うんですよ。<ー>開催国例えば東京オリンピック、やったら東京、はいはい、日本の選手がやっぱ、ホームなんで。はい、あー、なるほど。やっぱより力が出るっていうか、やっぱでもそういうもんと思うんですよ。で、そのアゼルバイジャン、バイジャンで敵地で,で、日本人が行ってメインイベントで、まあね、結構英雄的な存在と思うんですよ、ムサイフと。はい、キャラムフはい。 その相手に対してああやって勝つ、静まり返ってますけど、うん、俺、うん、会場、<laughs> 放送事故みたいになってましたけど、あ<の>メインイベントでしたもんね、はい、そっちが、タイトルマッチでしたし、すごいと思う、マジで。いや、でもなんか持ってますよね、持ってますよね、選手。どうですか、もうチャンピオンになったから、あの何、金原という決まるんじゃないですか、ね、だから僕、金原とやったら、やっぱ総合力で金原有利かなと思うんですけど、うん、あの予想するのが怖い。 もうやっぱ鈴木千尋ロがやっぱなんだかんだって <laughs> どんな形か分からんけど勝ちそうな気するのやっぱり <laughs> 僕はもうあの鈴木選手の新車になりましたあジですかもう多分金原にも勝つと思うで相手も怖いと思うんですよこいつなんかやったら自信があっても直いどかで負けるんちゃうかなんかはいはいでこの時はピットブルとケラモフに勝つってしかも両方ともレケオ連戦ですごいわマジでいやそう考えるとあの平本よく耐えれま、ね、あそうですね,ねそういうね そんなこともそうですし、まあ、正治さんとこの前喋ったんですけど。はああ、はい,はいはいはい。し赤正治、はい、勝ってますもんね。ねそう <laughs> 今後の展望とか聞いた中で。<laughs> <laughs> まあもちろんまだ現役でやる気あるんですけど、うんうん、まあ現役でもやるけど、まあそんなことよりも、鈴木千尋さえこのまま勝ち続ければっていうふうに言ってましたよ <laughs>。世界一の鈴木千尋ファンは正治さんと思うんですよ。<ー>鈴木千尋が,、ね、が勝てば勝つほど正治さんの評価も上がっていくんで、<laughs> マジ言ってましたよ。<laughs> 鈴木千尋さえ勝ち続ければそれでいいって。正治さんはまだ、あの、ファイターとしてまだまだ全然やるみたいですよ。 すごいですね。もう40ぐらいじゃないですか。僕、プライベートでも交流あるんですけど、とにかく自分のことよりも鈴木千代に頑張ってほしいって、そうですか。まあ、勝ってるからね、そしかも KO で。そうですね、すごいですよ。でも、鈴木選手が勝って、マイクとか、インタビューで、不良が輝く時代に変わってきたとか、そういう発言してましたよね。 まあ僕はそこに関しては反対なんですけどね。ああ、そうですか。マサトなんかもね、そうやって同じ動画見って言ってるよ、はい、俺は、それは反対,反対っていうか、まあわわからんでもないけど、うんうん、やっぱ、多分ブレイキングダウンとかのことを言ってると思う。多分そうですよね。僕はブレイキングダウンとかが、 まあごめんね、二千2000って言,言い方悪いけど、まあでも、ライジンとか UFC とはちょっとまあ枠が全然違うじゃないですか。はいはい、そういうのがあるから、やっぱり本物の格闘技が輝くと思うし、うんうん、僕はだから、茶番の試合もブレーキングなどはあるけど、それはそれで楽しめてるんですけど、めちゃくちゃ。はいはい。はい、楽しいところはありますよね、はい。全部ね、なんかライジンみたいな格闘技だったら疲れると思う、こっちも。あ<ー>いいやいろんなジャンルがあって。はいはい。と思うっすけどね。そうだよね、そうだよね。はい、まあ、その考え方も、 ジョビンさんの考え方もあの全然理解できますし。だって、野球好き,好,き好きな選手が、ああ好きなファンが、じゃメジャーリーグばっか見てるのかって違うじゃないですか。プロ野球も見るし、はい、高校野球も見るし、そょっとジャンルは違うけど、その、はい、でもまあそういうもんと思うんですよ。やっぱそれぞれの面白さがあると思うんですよ、ねうんうん。そうですよ。多分ちょっとジェラシーも含まれてる。絶対ある。ああうやっぱブレイキングダウンとか注目されてるから。そう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 なんですよね。はい、まあ、でも気持ちもわかりますよ。 あの、結構頑張ってきてる選手なんですけど、なんか、注目されない。ね、米尾の方が知名度あるでしょうか、ね、米尾の方がいいよね。い <laughs> や、あるでしょうね。そう、でも、うん、でもね、やっぱり鈴木選手は米尾が持てないものを持ってるし、そうっすよね。あの、なんか、やっぱりそこまで頑張って、その特に鈴木選手みたいにその結果を残すと、なんか、 リスペクトされるじゃないですか、はい、尊敬、はい、でも、米尾選手はまあ知られてるけど、はい、そういうふうにリスペクトされてないって言ってもいいのかな、はいはい、そこはなんか、お金とか知名度っていうものではなく、まあ、違うことを得てるっていうことはあると思う。確かにね、うんうん 確かに、米を街でね、指刺されまくりでしょうけど、顔刺されまくりと思うんですけど、<え>大体馬鹿にされてるんでしょうしただ、ただ、ただ有名で、ねはい、有名で、あの、はい、楽に稼げてるって言うと悪いんだけど、まあ、ね、なんか、外から見ると楽に稼げてる感じであるから。ね、ただ、鈴木千尋も、うん、まあちょっと何かは僕ちょっと言わないですけど、うん、平本レインとか、ね、結構いじられてたじゃないですか、プライベートのことを。 ああ,あ、あーそのまま勝つのあれですよ。あれ言わないようにしたのに。あ,あごめん、俺、俺言ってた今ままいたい,い。まあまあいいね、まあまあ。うん、そういうことあって、いじられて、ちょっとネタキャラにされつつあったと思うんですよ。あの、ちょっと事件があって。でも、完全に払拭しましたよね。本物のファイターって感じで、うそのこと言う人、もシンさん以外にもあんまりおらんようになってきてる、うん。みんな忘れたから。でも、それって、言われてもしだ、しょうがないじゃないですか。だって、本当でしょいや、本当じゃないと思うんですけどね。あ、そっか。 でもそれって証拠がないのに言われるの悲しいと思いますね。辛いと思うんですよ。僕は鈴木選手の新車でファンになりました。うん、でもあれは本当です。はい、<laughs> それと言いましょう。なんでそれ言い切れるんですか <laughs> 俺でも、俺は、もうこれも何かって言わないですけど、平本、はい、にちょっとなんかあること暴露されたことがあるんですけど、それ事実じゃないですからね。<ー>ないんですけど、でもそれを、多分あのー、今回審査がそういうふうに思ったみたいに、事実と思っているやつもいると思うんですよ。もうでもそれの証明のしようがない、こっちも。 ああ、まあまあまあ。正直。で、まあ、そうだね。鈴木ジーも証明のしようがないとも実際、でも俺事実ないと思うけど。まあ俺は思うけど。オッ OK。で、それがつらいっすよ。それを言われてる。予想だけで、そうって勝手に決めつけられて。え、そうなんだ。じゃあ、のオッケーじゃこれはもう、ここ以上、深ぼ、深ぼらないようにしますね。はしても平本の話に入ったので、もう結構最近ね、また SNS でいろいろ。平本天心のお父さん。ね、なんで僕の、なんか、 たぶん、え、ある、ちなみに、平本のこと好きですか嫌いですかあんまりどうでもいいっていう感じですかうん、うん、どうなんでしょうね。ま、あったらいいやつやし、絶対、本来悪いやつじゃないんでしょうけど、うん、うん、ーん、まだ格闘技としては好きですけどね。ああ、そう、格闘家としては好きなんだけど。ま、X の使い方とか嫌いです。あ<ー>いやただでも、あれが面白いから見てしまう。いや太田忍もそう。 私の分の、あの、ちょっとね、直視できないとかあるじゃないですか、X。でもあれが面白い、正直。平本ももちろんだからフォロワーも多いし、何するか分からん何言うか分からんっていう部分はあるけど、当事者としたら最悪っすか言われた方として。まあ俺も一回言われたし。あ、言われたんだ。何て言われましたなんでそれ深く聞いてくれたこれしかないいや、っすよ、いいっすよ、いいっすよ、いいっすけど。いや、あんま言いたくないけど。最近ですかいや、1年以上前に。あ、じゃあそれは別に、そっか、平本にちょっと刺されたんだね。 いや不倫暴行って書かれたんですよ。平岩本、<laughs> そうだね。品妻と不倫して、そ,ねうん、その、旦那をまたこれ無し返すの嫌やけど、<laughs> 旦那を殴ったみたいなこと書かれたんですよ。<laughs> <ー>でね、俺、そういうことって、こうださんとダメと思って言うんだったら、そういう超すごいことって。でね。ねはいはい、で、それ出せない。だって事実じゃないから。はい、で、それに関して、あのー、 那須川天心のお父さんが平本に結婚が切れたんってますうんうん、知ってますよ。なんか平本が犯罪してるみたいなことか書いて。はい。それに対して平本が、いや、これ、あの、これ証拠とかちゃんと出さないとお前名誉毀損だぞ、消せみたいなこと書いてたけど、<う>え、じゃあ俺の時はあって、平本。<laughs> 俺の時もそうちゃうの。<laughs> 俺の時、証言とか何もないなんか、のせに名誉毀損やけど、俺は訴えへんけど、<laughs> なんで自分の時は当ては、当てはまらんの自分が言った時は。と、マジ思った。 まあみんなと。相手には厳しいなと思って。みんな多分そう考えてますよ。本当に、<laughs> 本当に。まあでも、僕、ナスカ天使のお父さん好きですけど、うん、もうあれ対抗しない、したらもうダメですけどね。うん、うん。そうな、ね、す。僕もナスカは会長のこと好きですし、お世話になってるし。まあ、ここにこのチャンネルにも何回も来てるし。だからそこ、そこなんですよ。僕が、ゲストとしてここに、このチャンネルに出てくれてる方が、もうみんな平本のこと嫌いなんですよ。うん、まあね。確かっに言う方は相当嫌われてるでしょうね。<laughs> うん、うん。まあ、やりすぎもあるからね。 あれでもまじ言ったもん勝ちになっちゃうんですよね。うん,うん。ま、でも正直天使のお父さんも同じようなことしてると思うけど、そ噂話とかを SNS で書いて、しかもあんな影響力ある人間が、やっぱ良くないっすよねうん、うん。そうだね、そうだね。だから鈴木千尋のああだこうだってあんまり、はい、そうなん、なんて言いました証拠がないとかが。 いや、僕も当事者だったんで、え、でもそう思いませんそういうことって。僕って、ちなみに、何言われたって名誉毀損とか訴える気ないんで。はいはい。どんなこと言われたって、それはもね、結構言ってるんですよ。SNS、YouTube で言ったことあると思うけど。はいはい。絶対俺はそれはしないです。あの、世に出てる人間として、そうやって誹謗中傷あるのもわかるけど、はい。わかるからそしないって決めてるんですけど、でもやっぱりそういうこと、暴露とかされるのねね、いい気分なんかせえへんし、だから信じる奴がやっぱいるんで。もちろん。そう。なんか天使のお父さんもあり言ったら絶対よくないと思うんですけどね。あ、でも、 難しいね。だから僕はね、平本に暴露されたからって、暴露司会したら僕も同じ、いや、俺もしたくなるっすよ、そんなことされたら。はい。それしたら同じになっちゃうと思うんすよね。まあ同じ立場にね、もうなんか落ちていくてい。まあでも気持ちはめっちゃわかるけど。そう。でもさ、うん、まあ平本が那須川会長に対してああだことは言うのはいいんだけど、<あ>やっぱり娘に対してはちょっとあの、オフリミットじゃない、そこは。 そう。それも平本って、自分の家族のこと言われたらめちゃめちゃ怒るの知ってます まあ、す、みんな怒る。みんならないけど、僕 <laughs> も平本の、俺そういうのすごい好きなんですよ。家族を大事にして、弟のこととか大事にしたりとか、親のこと大事にしてると、すごい僕好きなんですよ。うんうん、僕もそういう人間でありたいんですけど、はい、でも、自分は言われたらめちゃくちゃ怒るくせに、まあそれ怒るのはわかるけど、うんうん、相手の家族のこと言うじゃないですか。白川陸人の奥さんのこと悪口言ったりとか、それは良くないよな感じで。僕は、なんか、そう、そこはオフ、ちょっと行き過ぎだなって、 決めてるんですよ。なんか選手同士とか、なんか仲悪いもの同士だったらいいんだけど、ね、それ以上いかなくていいっていうあ。あとさらに言うと、うん、例えば次誰かと試合決まって、その選手のこと言うのはま,あまだトラッシュトークでわかるじゃないですか。はい、天心のお父さん維持って何になるのと思う。<laughs> あれはあ、ね、れ。100%対戦もないし、うん、天心と試合するわけでもないし、絶対。二、うんうん、人、なんか歴史があるんです。昔から。 な、なんかね、うん、子供時代からなんか言われて恨んでるんですよね。そう。なんか、平本と那須川天心が、なんか、まあ、キックの時代、同じところで上がっていったから。はい、そういうので。のの平本で執着すごいっすよね。その、一回恨んだ時の、はい。もう一生許さないみたいな。はい、これちょっと一個言いたかったんですけど、はい、うん。最近、梅野源氏と平本で仲いいの知ってますあ、なんか SN し、ね、SNS で、なんか、仲良くて、はい。すごい意気投合してて、はい、あの、インスタライブやったりとかしてるとで二人はいはい。僕ね、 それって平本が、一応ドローではあったじゃないですか、あのエキシビジョン。あもでも実質、実質買ったじゃないですか、KO で。最後、もうダウン奪って、もう、あと残り何秒かあったらもう勝ってたし、まあ、平本が買ったみたいな印象じゃないですか。あれ逆だったら絶対やってないと思う、俺。まあ、そうでしょ。ね、梅野が明確に買ったりとか、最後に梅野にダウン奪われて、 奪われててるる状況だっったら多分梅野の悪口言いまくってると思うんですそういうやつやもん。うん、萩原の悪口も鈴木千の自分に買ったやつの悪口ずっと言うんで。はいはい。あれ平本が、まあ実質買ったから、あれって仲いい感じになってるよなってううんうん、うん、そうだね。あと、梅の<と>源氏も一応大人の方になるんで、まあそね。年齢的に大人ですよね、平本に比べると。まあ,まあまあそうすけど。 でも平本は絶対そうやなと思う。あそこ仲良くしてんの。うんうん、自分が負けてたらあんな仲良くなってるわけないもん。そう,そうですね、そうですね。うん、ちなみに平本も大晦日出るのかな,んなん出ると思うんですよ。誰となんか、インサイドインフォメーションとかないですか。これでもマジで、これ完全トカットしてほしいんですけど。OK、じゃあ B って入れます。いや、これでもマジダメっす。いいです、B って入れます。はい、ね,ね、面白いですよ、ね。面白い、面白い。はい、まあ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 、あのー、 ああ、ライゼンの対戦カードも決まったので、それ、はい、後で話していきたいです。うん、もう、さ、早速、平本じゃなくて <laughs> く、ね、<laughs> 朝倉みくるバザズヤーマンの話をしたいですね。はい、あの、これも、ビーベットさんがオッズを出してるんですよ。はい、で、驚きました。最初は、まあ、みくるちょっとね、え、てどうなってるのはい。こんな感じになってるんですよ。1.25朝倉みくる、ヤーマン2.60。で、やっぱり判定がないから、KO <laughs> 決着のみ。 っていうことで、引き分け、うん、まあ判定までいったら、あの、ベッドは返金されるっていうことです。これってね、うん、でも、こう思わせてる朝倉未来、すごいっすよね。ここまでいくと、ヤーマン、チャンスあると俺思うんですよ、うん。いや、でも、いや、すごくないですかだって、キックのチャンピオンではないのか、ヤーマン。でも、チャンピオンクラスやってるし、まあ、チャンピオンに近いじゃないですか、かキックの。ライズって、オープンフィンガー、グローブ、チャンピオンを作って、はい、それがヤーマンらしい。うん <laughs> <laughs> あ、いや、もチャンピオンなんですか、ね、だから一応、オープンフィンガーライズチャンピオンっていうことなんで。でも、じゃあ、チャンピオン相手に、うん、結構やったこともない朝倉みくるが、1.25ってすごいと思いません,うん,う,んうん、うん。普通はありえないですよ。普通はちょっと行きすぎですよね。多分、あの、オッズもちょっと落ちてきてると思います。はい、みんな、みくるにつけて。はい、でも、どう思いますかどっちが勝ちますかこれね、もう嫌な予感がすっごいする。 だって今もやっぱ勢いとかって僕超重要と思う。例えば、だから鈴木千代なんか今もう勢いがすごいじゃないですか。はいはい、僕が鈴木千代だったら大見さが絶対試合するです無理してでも。今、<ー>今勢いあるから。でもそういうのって僕すごいあると思うんですよ。はい、で今、勢いないじゃないですか、朝倉美くる。はい、キャラムフにああいう巻き方して。僕普通にやったら勝つと思うんですよ、ヤーマンに。うんうん、勝つと思うけど、この今ちょっと落ちてきてる朝倉美くる。で、ヤーマンが別にこれ負けたってまあ別にいいというか、こんな美味しい試合ないと思うんですよ、ヤーマンって。 ああそ,うそう考えてるんだ。俺これ山絶対勝たないとやばいと思う。そんなことないと思うんですよ、だって。だって、キックボクシングルールでやるんでしょでも、朝倉みくるの価値がもう高すぎて、いや、本来そうですよ。でも,も、朝倉みくるがもう本当に今格闘技から頂点と思うんで、うんはい、ボクシング以外だったら。MMA の選手じゃん。 m ミ a レの選手でキックボクシングルールで負けるわけはいかないじゃん。キックボクサーとして。普通にいや、でもこんな美味しいことないです。朝倉めくる系をしたら一応ヒーローみたいになるし。うんうん、一応朝倉めくるってキャラモフとかクレベルに負けてるけど、はい、一応打撃ではフェザー級最強じゃないかってイメージあると思うんですよ。うん、まあ打撃は強いです。はい。うんうん、だから朝倉めくるのがだいぶリスクあると思うけど。これ負けたら、もうマジお終わりとかもやばいと思う。で、どっち、どっちが勝つと思いますか僕ドローです。判定まで行く。うん。 えーっとどっちか有利に進めるとかもない朝倉が1回ぐらいダウン奪いそうな気してますけどねああなるほどねハイキック左ハイ左ハイそっかでも俺意外と朝倉未来3回ダウンして t k で勝ってもおかしくないと思うああおかしくないと思う俺もおかしくないと思うで長く続くほど3ラウンドまで入るとヤーマンが押していける ヤーマンが。ヤーマンも倒せる、あ、ミクロ倒せる可能性も全然あり得るよヤーマンが僕ね、今までにも増して前に行った方がいいと思うんですよね。まあ、いつも前に行くと思います。まあそうですけど、けね、も,うもっともうとにかく詰めて、うん、あのね、これ絶対スタミナをヤーマンの方があると思うんですよ。まあ打撃に対してね。あの、そう、これは、 やっぱりね、組み技の筋肉があればあるほど、だから MMA の、あの、年数が長ければ長いほど僕、打撃のスタミナってなくなると思うんですよ。うんうん、組み技が筋肉ついたら。絶対はい。絶対浅倉めくるのがついてるはずなんで、年数が違うから。だからもう打、打撃ひたすら前に行ってどんだけカウンターもらおうが、まあ、そういう感じでやると思うんですけど。うんうん、そしたら一発当たったら面白いですよね。一発は絶対もらおうから、その、序盤で3回、まあ、序盤で効かされて倒されて、 また2回倒されて TKO で終わるのか、3ラウンドで、もう、俺も全然う接近で、接近、もう、ここに入るとヤーマン強いから、で、ね、その距離って、MMA ファイターって道具ないじゃないですか。そうですね。だからそ、意外とマッチアップ的に俺は面白いと思うんです。僕ね、でも朝倉未来って、唯一の弱点っていうか、ジャブがつけないんですよ、あんまり。あはいはい。 あんまつかないんですよ。うん、だから僕ね、ヤーマン相手には、ジャブだけでいいぐらいと思うんですよ。<ー>ひたすら入ってくるから。で、ジャブが一番リスクもないし、ヤーマンにはめっちゃ当たると思うけど、それやらんから、朝倉みくるって。はい,はい、はい。だから、ヤーマンがとしては正直そこまで難しくない気がする。あの、蹴りの距離だと危ないから、中に入っていったら、右フックとも、主に、朝倉みくるだけ気をつけるのって。そこにジャブがあんまりないから、めちゃくちゃ前に入れたらヤーマンもいけるんじゃないかなと思うの入れたら、絶対チャンスあるから、はい、そう確かにおっしゃる通りですよ。難しい。まあ僕はでも、 ドローかなってあ,あ、ドローかじゃあ選ぶとしたら、ね、だってドローだって返金だから。まあでもね、怖い、これヤーマンの僕、正直ヤーマンも好きなんですけど、朝倉三来るの大ファンなんで。僕もミ来ルの方ですど。どっちかって来どっちかっていうと僕も三来ミク来、ねはい、が KO するのも全然あると思う、確かに。うん、うん。いや、でもヤーマンが KO 勝ちすると最高じゃないですか。<や>朝倉三来るの大ファンに行ってもダメだね。落ち込みますよ、<laughs> これは僕マジで落ち込む。俺 これマジでこれ、いや、ライズ vs ミクルチームの3試合が組まれてるんですけど、これマジでライズチームが勝たないとやばいと思う。うライズ終わりますよ。確かに,にライズは正直最近勢い良くなってきてるから、これバックチっすよね。絶対勝たないと。絶対勝たないと。い でもね、じゃあ逆にこのヤーマンが朝倉みくるに KO しましたってなんで、次誰とやるんですかファイトクラブで。こんなん盛り上がると思いますファイトクラブ終わりますよ。どうすんのいや、あいや、が、朝倉みくるが勝ってもファイトクラブはこれで終わりね。そうですよ。2回目考えられへんもん、別に。まあでも唯一思うなら、白鳥との再戦じゃないですかオープンフィンガーで。オープンフィンガーで。それいいと思だってライス同じじゃん。ライス。まあでもオープンフィンガー。あれオープンフィンガーじゃなかったですよね。まあ普通のグロー、でもさ、そのオープンフィンガーと普通のグラブの違いで プロモーまあね。まあこれお茶、まはどりでもいんですけど楽しみですよ、ね。あれでもなんか YouTube で見てたんですけど、はい、朝倉未来がこのイベントに参加することが反対して,たて。大反対っすよ。てかもうこういうね、特別ルールってもう絶対もやらない方がいいと思うんですよね。うん、そ特別ルールってか相手の土俵で。はい、まあもちろん勝てたらいいけど、うん、だってね、これ僕自分の YouTube でも言おうと思ってるんですけど、青木深夜って、あの MMA で負けても、グラップリングは最強ってイメージあったじゃないですか。はい、でもグラップ マッチをしてて負けるることとによってマジ勝ち下がると思いまグラップリングででもやっぱ上には上がいるって、はい、だって得しました青柏にはグラップリングマッチして絶対得してないと思うんですけどそれだけで犯罪なんですねだって本業にすら難しいよあーあそういうのっとやったってああなるほどねうんだからまあ勝てばいいっすけどね相当リスクあるからもう俺はそんなことよりブランディング的にも め,めめやったらいいのになって思う。そこまで気にしてるのはもう超ファンじゃないですか。はい、僕はまあこれ面白いな。はい、朝倉ら三来ありがとうございますっていう感じで。はい、別になんか三来がチャンピオンになってほしいっていうそういう気持ちとか一切ないので、別にこれで俺は満足してます。まあでも勝てばいいけど負けたらもう終わりやぞ、これマジで,で。 頑張ってくれ、はあ。でも負けたらただヤーマンのキックボクシングルールで負けたって済むんじゃないですかなんないと思うっすよ。なんないですかやっぱ打撃で、やっぱ一流には勝てないっていう。メイベェーザーもうあまりにも上すぎて。はい。なんとかなったけど。はい。これはリスクあると思うけど。なるほどね。はい。えー、次は山口博と西谷は。これはもう僕、明らかに山口博人が、KO すると思う。僕、ちゃんと分析してないですけど、 ちゃんと分析してないんで、こんな言うのも違うんですけど、はい、まあ、今からしようと思ってるんですけど、西谷と思うんですけどね。マジですか、はい、これえ、打撃打てますか西谷。打てると思うです。打てるんだ。僕でも一応、みんな馬鹿にするけど、アルバート・クラウスをロートルって。ああ、はい、はい。一応、アルバート・クラウスに1分ルールとでダウンバって買ってるのすごいと思うんですけどね。うん、そうだよね。<で>確かに。うん、僕、山口兄弟、うん、まあ、言わせてもらうと、好きじゃないんですよね。あ、そうなんだ。なんで好きじゃないですかなんかディフェンス悪いの言い訳にしてるから。 ディフェンス悪いの言い訳にして、なんかやっぱ打ち合わないとみたいなこと言うじゃないですか、格闘技は。いや、お前ディフェンスできんだけやんって。なるほどね。なるほどそう思う。その言い訳っすよ。だってアウトボクシングで勝てるなら絶対そう選んだよ、戦い方を。それしかできないんですよ、ディフェンス悪いから。そう。俺は結構なんか、キャラクター好きになってしまいましたまあまあまあ、嫌いで言っておきます。まあね、見てる方からしたら面白いんでしょうけど。はい。うん。でもやっぱディフェンス悪いもね、やっぱまずはディフェンスっすよ、格闘技って。 そうだね。彼らってなんとなくそのネートニック・ディアス兄弟みたいな、<laughs> はい、そういうなんかキャラがついてきて、俺、ちょっと好きになってしまいました。でもなんか別に、なんか、格闘家としてすごい優れてるわけでもないし、はい、なんか、若いファイターたちが彼らを見て真似しようとするのも全然良くないと思うけど、はい、<laughs> 見るが、見るとしたらなんか面白いじゃないですか。そっかにし、 が好きなんだバイアスとかありますよね、もちろん。一回バーに来きましたもんね、西谷。僕でも、もちろん、すんなん関係なく、うん、俺西谷、勝てるんじゃないかなっていう、もちろん思うんですけどね。で、そ二2.4は美味しいですね。まあ、あの山口選手って、まあ、打たれもろ、うん、脆さはあるから。まあ、それは壊れてくるでしょうね、そんな打ち合いばっかり。西谷は結構、目もいいと思うんですよあ<ー>、まあ。距離が近いけどな、まあまあ。 うん、普通に考えて山口有利なんでしょうけど僕西谷ここいけるんじゃないかなってああああそう山口選手のオッズが落ちてきてるんですよ、はい、だからみんな山口選手が勝てると思ってそうなってますね <laughs>、うん、これ意外と面白いじゃ最後はこのケロベルスと白川力とこれはケロベルスこの試合は判定に行くと俺は思うだからどうでもポイントをつけるならあのケロベルスが勝つと思うこれも僕すみませんケロベルスをちゃんと ま、見たことあるけど、ちゃんと分析してないんで、なんとも言えないんですけど、さすがにこれはきついんじゃないかなと思うんですけど。うううまいですよ。うまいですよね。うん、で、木戸選手に一応勝ってますもんね。うん、はい、はい。この山口と山よりうまいんですよ、キックボクサーとして。ね、蹴るベロスって結構蹴れるっすよね。蹴り、膝、パンチ全部混ぜれる。で、やっぱりね、うん、僕、こういうキックボクサーって、MMA ファイターとキックルールでやったら蹴りまくった方がいいと思うんですけどね。絶対、うん、パンチしかできないですから、みんな。そう。そうっす、確かに。うん、だから白川にも蹴りまくったら、 もうめっちゃ嫌と思うんですけど、そん打ち合ったらちょっと分からんようになってくると思うんで。そうだね。そうだね。ブ、う、レ、ん、絶対蹴る,スは蹴るべき。ただ、白川陸とは、朝倉美来とやってるから、蹴りにはある程度は対応できそうですけどね。うん、あんな蹴れるやついないんで、朝倉美来みたいな MM ファイターで。確かに。そこはやっぱり利点はあると思うけど、さすがに厳しいんじゃないかな。そうだね。まあ、パンチはうまいんですよね、あの白川選手は。<laughs> そうですね。ただね。そうですね。この3試合ですね、乗ってるのが。はい、でもこれマジでライズ。 マジで勝ってください、本当に。うん、困りますよ。ああ、でもこれが最後にこのどちらが勝利するヤーマンチームとミクルチームがあるんですよね。引き分けの場合はベッド額が返金されます。えー、面白いね。えー 1> 1. えー、3対3の。三対三の。僕チーム朝倉かな。ああ、まあ、そうなりますよね。だからまあ朝倉ヤーマンも KO できるか分からんけどまあ朝倉しにたに勝った白川は負けると思うす、ああ、そ、そしたら、ただ朝倉チームが一人 KO 勝ちして、 ヤーマンチームが誰、なんか、形容勝ちがなければ、はい。朝倉チームが勝つっていうことだから、確かに、はい。っていうか、まあ正直、どっちのチームが勝とうかどうでもいいけど、うん、朝倉みくるに勝ってほしい。<laughs> どっちでもいい別に。そうだ、ね、朝倉みくるが勝つかどうかだけ俺はもう。なるほど。俺まだ夢見たいんですよ、朝倉みくるで。 <laughs> いやそれこれでもやめないと思ってたもんね。<laughs> 負けたら余計にやる気出るタイプと思うんですけど、はい、でも負けたら,からもう見たくない負けるとこ頑張ってでもこれは見ますよねもちろん見ます、はい、解説会長もやりますよ僕ああオッケーオッケーオッケー,ー,ケーそうですよねまあジョビンさんがこの大会に興味がないっていうんであればもう誰も見ないっていうことになりますで、はい、ライズのみんなもどう,どう考えてるかも俺も分かんないし興味あるのかなまあでもあるんじゃないですかんだかんだであるし、はい やっぱライジンって、朝倉クルが出たらもうプレミアムチケットになって、マジで手に入んない、手に入んないですって。ああああ。だからライズでも、あもうこの大会でも、うん、めっちゃチケット売れるはずですよ、やっぱペーパービューも。うん、ペーパービューは売れる。まあ、なそこが朝倉未来選手のすごいところなんですよ。ねね、何をやっても面白いじゃないですか。そうですよ。どうなっても面白いんで。<laughs> ただ正直ね、僕、そんな練習してないと思うんですよね、今回。はい。はい。してないいや、いつもよりしてないと思うんですよ。うん。だって、ケラーモフに負けて、しばらくね、気持ち的にも休んでたでしょうし。はい。そこも心配。じゃあ、じゃあ、これはリアマンに期待できますね。うん、怖いな、この人。まあ、あと、その、ブレイキンダウンも被ってますよね、時期的に。はい。朝倉美来ると。まあ、どれほど関わってるかわかんないんですけれども。このブレイキンダウンの方で、 俺昨日見ました、オーディションの、あのー、全部じゃないんですけどもそのプロ格闘家 VS ブレイキングダウンの選手の対戦があるということでそれは見ないといけないと思って、はい、オーディションを見たんですけど,、はい、どうそれ見ましたかどどうまある程度見ましたどう思うこのプロ格闘家 VS ブレイキングダウンの誰と誰がいるんでしたっけ俺もそこは分かんないですけどライズの選手が結構入ってきてるんです。現役ののライズの選手とあの機材も してますか機材も、あ、機材もの試合してます、はい。はい、彼が、このブレイキンダウンに出て、うん、プロカクタカーっていうブランドを背負って。めちゃくちゃ言っていいですか、僕。はい、言っていいですよ。もう終わった選手ですけどね、機材もンなんか。<laughs> に。俺、機材なんですよね。<laughs> あ、そうなんだ。いや、前はそうじゃなかったけど、はい、一応面識もあるんですけど、はい、なんかもう、あのー、まあ、 それで言ったら、平本と同じになるかもしれんけど、まあ、でも週刊誌の記事なんで、ちょっと信憑性は全然違うと思うんですけど、はい、週刊誌の記事見ました最近のですよね。はい、はい。なんなやっぱその女性にひどいやつ僕も嫌いなんですよね。でもそれも証拠ないっていうことですよね。いや、それはそうなんですけど、でも、さすがに週刊誌に載ってることと、平本のツイートとは僕が違うと思うんですけど、<laughs> 正直。<laughs> それは違うと思うんですけど。まあ <laughs> まあ、まあ、もう、これぐらいの信用度があるかもしれないですね。はい、でも、わかんないじゃないですか、うん。いや、まあそうなんですけど、 いや、でも、やっぱ、女を大事にしないイメージあるっすけどね。その前の奥さんの話もそうですし。あ,あそういうね、話はありますよね。僕、こんなんですけど、すっごい女性を大切にするんです。ああ。はい、<laughs> マジで。<laughs> 僕むしろ男尊女卑の逆で、女性より下の立場と思って、もう女性をとにかく持ち上げて、うんうん。もうなんか、本当に下から行くんですよ。はい。なんか、まあ、それなんか、もちろんそうだと思うんですけど、はい、基本的にそういうのを言う人は、はい 違いますって。<laughs> いやいや、マジそうなんですよ。マジで。だからでもモンスターを作り上げるんですけど、僕女性を。<う>で、僕はもう下から行って、本当女性より下の立場で、はい、その女性の、そのアドバイスとかを聞きながら生きていきたい、下の、下っ端の立場で、と思ってるんで、はい、その女性にひどい扱いするの、はい、やっぱもうあんま好きになれないんですよね。うん、まあ僕も本当にそうです、うん。で、今更こう出てきたって、うんうん ねえ、勝ったところで何とも思うし。ちなみにブレイキングアウト選手って詳しいですかいや、正直あんまり詳しくないです。この対戦カードも俺準備してきたんだよね。<laughs> 誰と誰とやるか。ただね、機材持って練習ではマジ強いって聞くっすけどね。あつ、強いですね。なんか偶然に、あの、一時期、そのパレストラ、柏に出たと思う。あ、<laughs> これ言っていいのかわかんないけど、昔の話ですけど。はい ちょっとそこ,そこで練習してたから、ちょっと見てたんですけど、はい、普通に打撃がうまいですよね。めっちゃ強いって言うんですよね。それ、それ1分、1分だから、ね、ちょっと違うんですけど、このプロ格闘家マジで勝たないと困りますよ。えでもね、それでもう一回用意してください、ひざやもんのこと。うん、まずこれ、今、なんなんキックボクサーなんですか、機材やもんって。キックボクサーっすよね。え、MMA ファイターじゃないのやめましたよね。MMA じゃないのキックボクサー。いや、多分もう、キックボクサーにまた戻ってるんですよ。あ,あ、そっか。 でもね、僕、そういうのも嫌いなんですよね。あ、でも、このオーディションの中で、それも、面白いこと言ってましたよね。なんか、盛り上がってる団体に、飛んでいくって、だせ。ですよね、めちゃめちゃ,めちゃあす<ー>。あ、そう、ダサいと思うんだ。いやいや僕ね、それ、金村ラミドもそうっすよ。はい。あの,きあの MMA 転向するって言って、ベネットに負けたぐらいで、やめるじゃないですか。はい、もう、そんな中途半端な気持ちだったら、もやめてくれとも、最初から。<ー>それこそが、期待も言った通りですよね。MMA、ライジンが盛り上がってるから行っただけで、ちょっと負けたからって、はい、で、うん、キック戻ったじゃないですか。はい、逆にそんな甘くないって、キックも。で、通用してないです、キック。うんうんうん、まあ、そうですよね。確かに。そんな中途半端なことやったって、と<ー>思うけど、俺は,は,は。なるほどね。ただ、相手が誰か全く分かりらない。漠ゃないですか。まあ、これが、その、プロ格闘家、ー,ーズ あの、ブレイキンダウンの選手の対戦なんですけど、一応僕もなんかその、キッもう本当にガチのキックボクサー、現役中のキックボクサーが出てるんで、で、ブレイキンダウンって、一応1分なんだけど、立ち技ルールじゃないですか。そうですね。はい。もう絶対勝ってよ。本当に、絶対勝って。そらでも、キックボクサーが有利に決まってますからね。いや、でも、意外とスタイル的にできなさそうなのが多かった。 そののキックボクシングボクサーの試合を見てえこれシさん分かるちなみにプロ,プ,ロプロの方はこれ決まった時点であのちょっと見ましたえでも知らなかったですかか知らなかったで見て、えーはい、そうちょっと調べてみてなんかほとんどはなんかちょっと無理っていう感じがしましたねええ強いですか、まあ、キックボクシングはできるんだけど多分調節してこない感じがするなんていうその1分の 1> 1分ルルそう え、でもさチャンピオンクラスが選ばれてるわけじゃないですよねではないですね。ではない。ただ、経験、なんか20戦ぐらいやってるのもいますし、僕が一番驚いてるのは、はい、このライズの代表、伊藤代表と、あのー、このターゲット渋谷の選手が出てるんですけど、はい、ターゲット渋谷の会長さんがこれをオッケーするのって。はい、確かに。なんか、 かえ悲しくなりませんか例えば、ディープのチャンピオンでしたよね。<laughs> はいはい、ディープの現役選手がこのブレイキンダウンに入ってきて。いや僕、それは全然いいです。あ、いいんだ。はい。僕、肯定感、それは別に。<laughs> いいと思うけど。いいと思うんだ。プロ格闘家っていうのを背負って、いいブレイキンダウンに出て、多分僕のいい考え方だ、オッズはまだ出てないんですけれども、えーはい、多分、B、あの、B ベッドだから、ブレイキンダウンのキャンペーンと、オッズも、まあ、この動画を上げた時点ではあるの,、はい、あるので、皆さん概要欄をチェックしてください。はい 多分、プロ格闘家が負けるんですよ、ここで。ええー、そう思いますそう思います。で、<い>そうなると、プロ格闘、ブレイキンダウンの選手が強いっていうのが話題にな,るじゃんなります。なりますだって僕全員知らないですよ。俺も知らないけど。<laughs> で,でもシーも知らないわけじゃないですか。でもなんか見て、<laughs> いや、全然そんな風に思わないと思ってた。あ、OK。僕相手は知らない。でも、プロの方は知ってます。で、多分、ブレイキンダウンには、スタイル的には合ってないタイプ。そんな選んできてるんですかね。 選んできてるかどうか分かんないですけど。大勢って誰ですかユ,ユーラは分かるな。ユーラはさこのユーラ強いっすよ、この子、オーディションで戦った、あのー、ホッサンを。ホッソンに勝った人ですかホッソン、ホッソンでや,やったやつです。えぇ、ー、ああ、見たな。ああ、それに勝った人か。でも、できなかったじゃん、全然。なんかめっちゃ前に行ったっすよね、でも。めっちゃ頭ぶつけて勝ったっていう感じがし。めっちゃ前に行った、はい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 。でも、パンチは打てないし、ガードもできないし、顎も全然上がってる。はい。っていうようなキックボクサーが入ってきてるんですよ。はい、キザイモン以外、キザイモンが一番強い。 まあ,あそうですか。はい。気財もんだけ俺、ほ希望を持ってますし。確かにキイモンだって気もんだけするもん俺が知ってるのそう。みんな、あとはもう、あの、ダメだね。いやって言うと悪いんだけど、でも,でも、ブレイキンダウンのルールには合わない。でも正直僕もシンさんも知らないわけじゃないですか、選手を調べないと。まあ相手は正直でやっぱりキックの代表って言われたって、僕。あ、こ,この、この、この人は知ってるよね、そのボクサーの。あの、の、聞いたことある。ホ,はい、ホッソンと一緒にいる。はい。 あの結構高く OPBF チャンピオンまでいったんでなよ。はいあ、分かるます分かるま、はい、はい。あれ、うん、OPBF チャンピオンって細川バレンタインよりワンランク上だからすごいんですよ。まあ、細川バレンタインがすごくないですからね。<laughs> 確かに。日本チャンピオンまでしか行ってない、世界を取ってない細川バレンタインさん、ひどいよね、コメント。<laughs> この前ね、一緒に細川バレンタインと内山隆史さんのバースデーイベント行ったんですけど、はい、そこに世界チャンピオンの人がいて、はい、谷口選手からすべちょっと名前はっきり言わてて、世界チャンピオン一応なってるのに、その選手めっちゃいじっててはい、はい、これで世界チャンピオンになったけど、次の試合でなんか失神してたみたいな、その負け,負ける姿をその、<laughs> なんか、モノマネみたいなのしてて、よう、これいじれんなと思って、日本チャンピオンが世界チャンピオン相手に。あの、今、調子乗ってますよ。めちゃめちゃ調子乗ってる。<laughs> で、これでも、ブレイキングダウン対キックのプロ、プロって言ったって、山本選手ボクシングでそんな上まで行ってるんだったら、もう、ブレイキングダウン代表って言われたって、素人でもなんでもないから、もう、 キックボクサーとボクサーのただの戦いじゃないですかと思っちゃうんですけど。まあそうなんだけど、一応看板はブレイキンダウンでしょ。で、こっちがプロ格闘家だから、うん、プロ格闘家が勝たないと、ブレイキンダウンは、ブレイキンダウンの選手はプロ格闘家より強いっていうことになる。うん、で、あと、俺、キックボクシング好きだから、まあ好きって言うと、はい、まあ好きなんですよ、結局で。このライズの選手でしょ。で、ライズに出てる、はい、あのー、知り合いと友達もいるから、はい、これはちょっと困ります。 僕通に一もいいし。そう、だったからブレイキングダウン勢が勝とうが別にブレイキングダウンがライズより上とは別に。思わ、もちろん、ジョビン、ジョビンさんはそう思わないんですけど、世間的な、世間の印象的には、そうなります。で、ライズの、ライズになる選手の価値がもうバカーンと落ちますよ。まあまあまあ。それこそ、あの、K1 がうまくやってるところはそれなんです。他の団体に出ささない。こういうことがあるから。まあまあね。 そこは本当に k はしっかりしてるんですよ。k はもうそろそろ出てもおかしくないですけどね。あまりにもうまくいかんから。絶対出ないでしょう。出ないですかね。絶対出ない。それは厳しいか。それぐらいのプライドを持ってるんですよ。だからライズが逆にこれを OK するのを今驚いてるんですけど、はい、ここで勝てばもん問題全然なし。はい。はい、そのレベルの差を見せつけて。でも多分できないからちょっと困ってます。そっか。これも多分ジョビンさんライブ配信しますよね。します。 いやもうでも長すぎるからもうするかどうか分かんないですよね、配信。俺ね、はい、あそっか、あの、あれ出ますよね、所沢のタイソンとやったごぼうのタイあ、出ますよね。あれはどっち勝ちますかあ,あれはバン中村でしょう。マジですか僕バン中村好きなんですよ。え、なんで好きなんですかなんか、面白いっす。話が話が面白いし、佇まいがかっこいいなっていう。はい。なんか なんか本物って感じますけど、その悪ぶってるだけじゃなくて昔悪かった感じがするんで実際。実際悪かったかどうか知らないですけどね。はいはいはい。めっちゃ好きですけど。じゃあ本当にバーンさん勝ちます。絶対勝つと思いますよ、ね。オーズ多分出てますよ。ええー、いや<う>バウン仲間でしょう。そのごぼうのとあんまりね一応ね所沢のタイソン三千戦無敗だったっけ。そうですね,ね。勝ってるんですけど。はい 所沢大尊また出てください。<laughs> またいたい。タイソンが弱すぎたから買っただけで。<laughs> と,ところ所沢ソンは出て,出てくると思うんですよ、僕。あ、の、ブレイダウン金がなくなった絶対出てくる。ああ、またまた次回ね。うんはい、次回で、まあ、しばらく金を持つんでしょうけど。はい。あいつはもう金を持ったらダメな人間なんです,すよ。今ちょっと金を手にして調子乗ってると思うけど。はい。ので、いずれ出てきますよ。そっか。まあ、この、はい、ファイトマニにもらってるのかな、このプロ科学とか。それもらってるんじゃないですか。もらってるべきですよ、プロだから。うん あ、でもらってないかもしれないですね。じゃあ、プロ、プロじゃないじゃん。でも正直、僕、ブレイキングダウン好きな人ですけど、10にしてはカードしょぼいっすよね。10ってな、なんで10が大、なんか。いや、だって10っていう、やっぱ結構プレミアムの大会ってイメージですけど。あ、そういうことそれにしては、前回のが面白かったな。ノッコンテレダ対、ボブサップとか。それ一番面白かった。ね。俺、今回あんまりやなゴボウの塔と、ト対。あ、トコロ最高でした。それ面白かったね。今回、いまいち、 見たいカードないもんな。あんまりない。ビスあの、そのと、あの、ごぼうの塔とパン、バン。まあまあ、それは楽しみですけどとあと、その、住人2期がなんかやるんでしょあ、それは楽しみその,の CEO とみ。溝口さんと。はい。あれはどっち勝ちますか溝口さん。マジですか俺、住人2期。それ面白いし、でももうオーディションでめちゃめちゃやられてたじゃないですか。<laughs> めちゃめちゃ殺害されてましたよね、本来なら。オー,ケーいや、いや、忘れてた。確かに、もう。パワーの差があまりにもある気感じしたけど。そうだね。でも、ダギ、ストライキングルールでしょ、はい、キックルールでしょそんならなんかできるんじゃないかと。てか俺が溝口さんなら絶対やらないですけどね、こんな意味のない戦い。そう、確かになんで。ね<え>なんでやるので <laughs> んなんやんのなんでやるのう俺絶対いやもう勝てるって分かってても絶対嫌、そんな <laughs> ところ所沢のタイソンとやれって言われても、やるわけないじゃん。触れたくもないあ。あの、遠くからいじる分にはいいけど、あいつと向き合う姿とかも撮りたくもないし、<laughs> 水口さんも、やる必要はなんか絶対ないのにと思っちゃうけど。え、ジョビン VS ところざのタイソンもすっげー盛り上がりますよ。負けるわけないけど、絶対や。絶対やってください。<laughs> 絶対やってる。向かいやってるだけで、おもろいですもんもね、俺とところざのタイソン、メンチ切ってるだけで。ブレイキンダウンに超合ってますよ。え出ないですか絶対。 タイヤなんでですかもうい,いや、あんな絡みたくないです、実際には。<laughs> <laughs> いずれ、ジョビンと、細川バレンタインっていう二人のキャラクターが、この中に入ってくまあ、バレン出てもおもろそうっすね。似合ってますもん。めちゃくちゃバズるとも出たら。似合うもん。米男と喧嘩させたいっすね。<laughs> <laughs> つかみ合いさせたいなもうオーディションだけでも言えばなんか喧嘩させたい戦論とか <laughs> オーディションに出るだけでいいよ、ね、オーディションに出るだけでめっちゃおもろい面白いですねまあそういうことで木村 VS 安報決まりましたね、はいはい、6ヶ月間経ったのかなっていうところで、はいはい、検査はもちろんまあ合格しますパスすると思うんですが、ね いやー、ライゼンってすごいですね。じゃあ、選手みんなドーピングして捕まって6ヶ月休めばいいっていうことなのかな。そうですよね。<laughs> こまず何の薬物が陽性反応だったかって言えたう誰も知らないしね、確かに、ね。それ言わないじゃないですか、何かって。はい,はい、はい。で、僕はだから、ね、ここのチャンネルでも言ったんですよね。もう絶対半年って言ってるってことは、 あの、計算したら大晦日か間に合うんですよ。うんうん、だから絶対大晦日か出すために半年って言っているなと思ったんですけど、その、はい、案の定、そうだったし、うんうん、知ってます今回、坂っ原さんなんて言ったか。あんま悪くって言ったらもうライジン、来人100%仕事なくなるから、僕もうリスクあるんですけど。えな,なくなってもいいけど。いやその会見で、木村みの、はい、の、はい、あの、 またドーピングテストしたんですはいはいはいで。それが来月とかに出るのかな試合までに出るんですけど、はい、その陽性か陰性かも含めてお楽しみくださいって言ったんですよ <laughs> <laughs> 何を楽しみにすんのこっちは。Oh、<my> 何その楽しみ方。Oh、<my> 格闘技の。Oh、<my> <laughs> で、陽性だったらどうすんので、ここでも言ったと思うんですけど、じゃあ陰性でした。 で、試合やりました。で、うん、多分、試合の前日とかよりまたやるはずじゃないですか。ドーピングですで、1ヶ月後、あ、まあ、木村みんのるが失神経営を勝ちとかして、1ヶ月後、陽性反応出ましたってなったら、これどうするんでしょうね。<laughs> <laughs> それも楽しみに待てばいいのこっちは <laughs> <laughs> その <laughs> 慶応勝ちさってその時のドーピングテストがどうだったかどうかもうん、うん、まあ相手が安保るきやけだから大丈夫かなって思っうとす,、ね、<laughs> すげえ失礼なんてこと言ってるんですけど,なん,すけどなんかガチのキックボクサーとかが相手だったらちょっとこれはダメでしょうってみんな言ってると思う安保、ね、だから許されるというか まあいいじゃんってなってるけど、でもなんかこれが日本のナンバーワン団体っていうことでちょっとね。ね悲しいです、ね、ちょっと悲しいけど、なんかやっぱりみんなが見たい試合だから、はい、まそれも理解できますよね。ね<え>いや、まあ残念。でもせめてね、うん、せめてその、あの、あのドーピングテスト、新たなドーピングテストが陽性じゃなかった場合、陰性だった場合に発表するべきと思いません。うん うん楽しみに、お楽しみとか言ってる言うお楽しみに言うっていうの、ちょっと面白い、ね。一回検査して、OK だったら、せめて、いや、早すぎるよ、それでも。ほ、うんと知って。うん。うん、でも、そう、そうじゃないとおかしくないですかせめて2年間がね、正しいと思う。そうですし。ね、まあでも、これを受けた安保は、男やなと思うんですけど、僕なら絶対やってないもん。ちなみに、安保は、あの、検査されるのかな確かに、安保もよろしから、どうなんでしょうね。<laughs> 今度は木村が陰性で、結構陽性でしたってどうなるんでしょうね。<laughs> 普通になんかドーピングしてる選手とやると、じゃあ、俺もやんないといけない。気持ち的にね。やんないと思うじゃないですか。確かに、俺も木村実るともしやれってなったら、ドーピングちょっと考えちゃうっすよ。よぎっちゃうっすよね。いやい相手が使うんだったらって。しかも、記者会見で木村選手なんか、いや、もっと筋肉つけてもっと大きくなってるってなんか言ってるし。 てなんかにまあそのニュースで見たんですけど、もうサーカスになってきてますよこれ本当に。何何が起こってるの？でもねこれね。じゃアンポに買ったところでまあめちゃ叩かれるし、買ったところでじゃ次どう使うの？誰が？ある。まあブワックは多くらいですかね？制裁マッチとしてもう一回。あアンポアンの方ですか？いやいやあのキブラキブラがじゃアンポに買った場合どういう使い道があるかって。 他のキックボックスは、ま、海外から呼ぶしかないですよね。海外の。ピケオとかまた呼しか確かに、ピケオ、いいっすね、もう一回再生。あ、俺マッチメーカーに、俺、絶対プロモーターになるべきだよ。いや、でも。ピケオライズに連れてきて、この悪いドーピング野郎をボコボコにしてる、してやる。いいっすね、あ、でもあの、ワンの今一番強いやつなんですよ、僕一番好きななんだっけえ、プトロシアンじゃない、あの、スーパーボーン、70キロ。70キロ。一番僕、K1 に出てた、キド選手に向かった。ピケオじゃないですよね。はい。今一番強いやつ、ジンギス・アルゾフ。あ、そうっす。 アラゾフとか金払ってても見たいけどなぁ。ああ、アラゾフはね。てかもうヘビー級ファイターでいいけど。<laughs> 決まらないとここでも一回言ったけど。<laughs> ヘビー級うとやっ。ヘビー級のチャンピオンとかでいいやもう。制裁待ち。ただボコボコにされてほしいっていうことですよね。はい、なるほど。許せんわ、いいやでもこう、これキックのし、これキックの試合なんだよね。キックボクシングマジ終わった。はい、<laughs> どうか今日キックボクシングの悲しい日だね。ブレイキンダウンとかに出てヤーマンの、 バースミクルでキックボクシングチームが負けたらもうマジでキック終わり。うん、だからナスカワ選手がボクシングに行ったり、うん、タケル選手も結局、まあキックやってるんだけど、ね、日本の格闘技家のキックからもうもって離れてキック界が一番盛り上がってないですよね。MMA とボクシングはやっぱ盛り上がってるけど。キックもう終わった。やばいっすよね。っていうと、俺、てっぺんでトレーナー、キックのトレーナーやってるから悪いこと言ってるんですけど、ま、like、チュあの、今の若いキッズが、 格闘技やりたいと言ったら、もうマジでキックは考えた方がいいって正直に言います。それだったら MMA の方がいいんじゃないかとか僕も思うんですけど、ね。だってトップになるとライズのトップになる。オッケー、ライズはこのブレイキングダウンと一緒になってな <laughs> じゃあ K1 に行こうって言ったら K1 <laughs> のトップが今何やってるかっていうと、 まあ抜け出したい <laughs> っていう感じじト<ー>ップに乗ってみんな出て。マジそうっすよね。出たいっていうのしかないから、まあキックボックシングのトップってどこ、まあ、ワンとかあるけどね。ワン。確かにワンでも日本ではあんまりそこまで知られてないから、んそんな目立つことできないですし。でもワンのファイターって稼ぎますよね。だって。まあね。ファイトマニー美味しそうだし、ボーナスとかもあるじゃないですか。キックボックシまあ日本に、日本人のキックボックサーを見ると、 結構いい感じに生きてるなって思ってる。で正直ね、K1 とかそのキック出てるやつって、うん、ほとんどが全員じゃないけど、目立ちたいっていうのが一番大きいと思うんですけどね。あ<ー>。華やなかな場所で割ったじゃないですか、K1 って。はい。だから1とかよりはあんまり出,、うん、出たいってやつおらんと思う。知名度になると K1 だってアベマに出て。うん、やっぱそっちともう、やっキックやってるってそういうイメージですけどね、うん。でもトップに登ったらどうなるのっていうのは、だってみんなトップに登って、出たいっていうのが9割じゃないですか。そうですね。 そこが頂点になると、じゃあ、行く意味あるのって考えてしまいますよ。そうですね。まあ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 、キックボクシング、そうだね。ま,またどうなるかわかんないですけどね。もうまだ。K1 がまた大きくなったりとか、ね、昔はすごかったわけですからって、K1 が。そう、本当に一人がすべて変えられるから。そうですね、うん。で、まあ、太田忍びはさ、足澤ね、足澤、ワ1から、ね。あ、あるっすね。K1 から抜けた足澤。かけまわりました。これも太田選手の圧勝ですよね。もう勝てるわけないや 受けたなと思う、このカード。ね、あの、芦沢サイドですね。芦沢サイドが。芦沢はなんか、世界一頭いいファイターではないから。それだけ言っとこう。え、世界一頭いいファイターではないから。芦沢ですかはい。かなりワーストに入るでしょ。そっか。でも、多分なんか自信持って受けたっていう感じでしょ。いや、でもこれ、勝ったらすごい。や、勝てないらんねとか言ってることですけど、誰がどう見ても腰軽いと思うんですよ。うん。うん。 軽かったら受けますかねこのカード。とは思う。だってデビュー戦でオリンピック金メダリストやとやるだって俺体重差あって <laughs> 大田信とやってもテイクダウンされましたよ。うん、やばいよ。うん、しかも俺めちゃくちゃレスリング自信があるけど俺って。はいはい。それでもされるし、うん、そのキックボクサーがデビュー戦でやって、うん、切れるわけないもん。うんうん。うんうん、<laughs> もう一ラウンドフィニッシュですよね。多分。 でしょまあこれ勝ったらすごいけど、でもね、こういうカードで例えばね、うん、勝つとしたら膝切りとかと思うんですよ。じゃあ最初のタックルに膝切り合わせて勝ちましたってなって、足沢 MMA 強いなってなりますこれ。ならない。<laughs> <laughs> なるなるべき。なるべき。これすごいなるなって <laughs> ならないと思うなるべき。なんですよ俺。なるべきなんですけどまあでも例えば1ラウンドね、テイクダウン結構切って、1回寝かされても立って、それで打撃で KO だったらもちろんあると思うけど、はいはい、あるとしたら僕、開幕の。うん。だって、寝かされたも無理と思う,もう。 開幕膝蹴りとかと思うけど。おまり、パウ,ンパウンドアウトでもすぐ終わるって大田忍って、意外と頭いいと思うんですよ。うんうん。KO 負けもないですよね。うん。で、結構冷静に戦いません、毎回。あと、打たれ、打たれ強いですよ。はい、だから、なかなかその膝をもらうっていうのも、ないと思うんですよね。絶対ない。絶対ない。やっぱもう、八方塞がり。うん。どう考えても。 でもなんか、ま、が、ま、盛り上がってるから、はい、ま、面白いけど、はい、ま、結構ワンサイズで終わりますよ、ね。はい、せめて木村 vs アンポは、どっちが勝ってもおかしくないような対決じゃないですか。ま、でももうそれ薬の抜け具合によるからもうわからん。<laughs> 薬マックスだった木村じゃないと思うけど。うん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 。確かに。マックス、マックス木村ではないけど。アンポも普通に上手じゃないですか。ね。いや、でもわからん。その薬俺もやったことないから、どの程度抜けたらどうなるのかわからんでもやめてると思いますか <laughs> さすがに抜くんじゃないけどか検査あるからこれで陽性だったらまずいってあのバカなりにも考えてるんじゃないですかまあでもなんか期間ある期間あき検査する期間は決まってるっていうことですよねそしもう超計算して抜けるじゃないですかいや、ね、わかんないです <laughs> うもうマジで分かんないけど,シの、まあ、ど勝手に負けても戦いまくると思うんですよ木村ねもう負けたら負けたでもう薬抜けたからだって救い道はないですね,ねす救い道はないです、はい、あとはなんか 面白いカード発表されましたっけ大晦日かのライゼンなかったっけ荻窪とドッツンどっちと思いますドッツン僕は荻窪ああ僕,僕自身あるっすけど荻窪勝ってほしいです僕は荻窪ええー、サナードつけてうんと思うっすけどねマジか多分ねタックルする側からさドッツンでテイクダウンしやすいっすよはあ僕がちょっとイメージしてみたらパンチしかないから <laughs> はいはい タックル入んなんで怖いんですよ<ー>もちろん蹴りもちょっとはするけどはいはい全然テクノ取れると思うけどななるほどね僕はすごいあの勝ってほしいですよ大木久保さんに僕大木久保と思いますけどマジか新竜堀口はもちろん堀口,堀口そうだねそうだよねまあそういう感じで後でまた発表すると思いますけどちなみにまだそういうまあ決まってるカードとか知ってますかいや 知らない。まだですかはい。っていうことで。まあまあまあ、結構長い時間お話ししましたけど。はい。あジョビンさん、YouTube もやってるので、皆さん概要欄からチェックしてください。あとは、あの、アンディっていうガールズバーもされてるので。はい。えーと、次、一日店長として。11月25日に桜井マハハ隼人さん。桜井真。いや、飲めそうですね。はい。お酒強そう。そうです。めっちゃ好きなんですよ、お酒。はい。 あと、12月9日にあの、細川バレンタインはいはい。ここにもよく来てるんでしょう。そうですね、はい。が来るんで、もしよかったらぜひ。最近ね、細川バレンタインさんの動画を上げて、はい、トピックは、ギャーマンとミクル。はい。だったんですけど、はい、今までコメントを読んでもう半々だったんです。はい、細川バレンタインさん大好き、細川バレンタイン大嫌い。はい,はいはい。それぐらいだったんですけど、今回はさすがに、 厳しかった。何を言ったんですか何を言ったんですかわかんないけど、イヤーマン vs ミクリニの大会について話して、あ<れ>まあ、細川丸太さんは、具体的に何言ったかはわかんないんだよね、俺も結構嫌われてました。いや、俺、さすがにこれ行き過ぎだなって思ったもっと嫌われる方向でもできないですかね。も<う>俺もこれ以上無理だと思った。って言い,言いながら。俺も複数のアカウントからコメントしようかな。<laughs> ちなみに、あの、俺、前回、あの、ライブ配信していて、はい、あの、ジョビンさんの話をしてたんですよ。はい、なん具体的にないかわかんないですけど、はい、そこで、あの、スーパーチャットで、はい、ジョビンさんと縁を切ってくださいっていうのが入ったんですよ。<laughs> あ、そういう意見もあるやん。そうそう。で、その、あの、僕のスタッフさんが、そのアカウントを調べていくと、はい、誰のアカウントだと思いましたかえ待ってそれ、まず怖い <laughs> <laughs> え <laughs>

チャンネルで。まあまあ半分冗談ですよ。半分冗談で。焼き焼いてるんですよ。結局やっぱ僕の方が面白いじゃないですか、正直。だから、石渡さんここ呼ばれなくなって、僕だけ呼ばれるようになって現状に嫉妬してるんですよ。もう絶対それ、間違いない。これ超受けた。でも、あの、変な話、一度、石渡さんとジョビンさんと僕と3人で、大晦日の勝敗演出やりたいですよ。石渡さんいらんのちゃうから、でもそっか。これ、都さんでいつでももう集まりますけど。 まあでもいいっすよ。それやりましょうよ。じゃあ。ちょっと企画として面白いかもしれない。いいよね。アンディ、ガールズバーでやって。いやここでいいっすよ。あ、ここでいいか。はそれやりましょう、やりましょう。面白そう。オッケーオッケー。じゃあ、あの、皆さん楽しみでね、ちょっと勝負しましょう。そこで誰が当たるかみたいな。そう。明日、勝負して、まあ、罰ゲームとか決めればいいじゃないですか。相当な罰ゲームやらしたいな。そうだよね。絶対勝ってください。自信があるっすよ、それ。ということで、あの、皆さんぜひ、アンディ、ジョビンさんのバー、遊びに行ってください。 そして、そのチャンネルの登録ボタン、それをスマッシュしてください。い、e、いのボタン、This one right here, それもスマッシュしてください。お次に次またお会いしましょうバイバイ